青森県弘前市弘前城、別名高岡城と呼ばれるこの城は、江戸時代初期に築造され、小規模ではありますが、築城当初の縄張りの大部分がそのまま残っており、全国の城郭天守の中でも代表的な城跡として知られています。津軽統一を成し遂げた津軽為信によって計画され、二代信平が築城に着手し完成しました。平成23年には築城400年の節目の年を迎えることとなりました。築城当時、天守は現在の本丸西南の隅にあり、五層の堂々たる天守がそびえ立っていました。寛永4年1627年9月10日、落雷で天守が炎上し、4層目には火薬を置いていたため大爆発を起こし焼失してしまいました。文化7年1810年、旧大藩主安親の時、住屋蔵を改造する名目で幕府の許可を取り、秘密のうちに新築されたのが現在の天守です。現在天守は弘前城資料館として藩政時代の歴史資料を展示公開しています。1階は刀や鎧など戦で使用された武具を中心に、2階は紙しもなどの生活用品を、3階は弘前城を含め全国48の城郭の写真と弘前城本丸御殿のミニチュア模型が展示されています。弘前城跡は弘前公園として整備されており、公園内では4月下旬から5月上旬にかけて桜祭りが開かれ、明治時代以後に植えられた約2600本に及ぶ桜と、江戸時代以降の松が調和し、全国から200万人以上の観光客が訪れます。